阿行様、本日もなさいますか？ああ、気持ちいいやつを頼む。たくさん出してさっぱりしてください。白いやつをたっぷりとな。誠心誠意尽くさせていただきます。おお、耳かきは気持ちいいぞ。耳垢をたくさん出してさっぱりしてください。なんで耳垢って白いんだろうな。皮膚細胞が死んでいるからです。というわけだ。良い子のみんな、わかったかな？どなたにおっしゃっているのですか？大宇宙の医師だ。ありがとう、さっぱりしたよ。はい、またご要望があれば。耳かきの才能はあると思う。阿行様、またお耳掃除ですか？何度もやると中耳炎になってしまいます。また明日にいたしましょう。阿行様、お風呂が沸いています。いかがいたしますか？入るよ、もちろん。ミントが俺が何か言うのを待ってるぜ。じゃ、少しだけ。はい。私はこの方に愛されているのですね。何を言う。違うのですか？じ、いや、そうだけど。でらっしゃいますよね。俺って最近ダメダメ。お湯でお流しいたします。風呂は気持ちよかったな。どうした？素敵な思い出です。最近あいつちょっとおかしくないか？
行様、お仕事ご苦労様です。あそこで催されているのは映画というものでしょうか。検索してみたところ、暗い舞台上にスクリーンを投影して映写会を催すとありました。事実とやや異なっていますか。少しメモリーのメンテナンスを行わないといけないかもしれません。お夕食に遅れないでくださいね。来たわね。最近の彼ちょっとナーバスなのよね。アギョちゃんに何か含むものでもあるのかしら。情報多よ。そうそう、アギョちゃん聞いたわよ。殺人事件解決したそうじゃない。犯人は惜しくも逃しちゃったみたいだけど、もうやっぱりすごいんだから。あの真由美って子が殺されてたなんて、ちょっとかわいそう。気を取り直してた。今回も情報というよりは単なる連絡みたいよ。最近の彼ちょっと神経質よね。エマーヤとやらも焼きが回ったか。あら、そう。分かってないな。俺はデフォルトで災いが降りかかる人間なんだ。これより下がないってことを知らないらしい。でもエマーヤの機械人形に対する執念はすごいわね。ところで、機械人形って何？情報量は1億円だ。いいわよ。でも彼は何を目的としているのかしら。さあな。闇の商売人に理屈が通用するのかね。しかし俺がミントを預かっていることをなぜ知っている。ガルシアでさえ知らなかったのに監視しているのか。でもアギョちゃん、闇の商売人だからこそ理屈が通用するって考え方もあるわよ。どんな理屈だ。金。闇の商売人ならまずこれでしょうね。なるほど、違いない。この共通の価値観の前にはどのような行動も説明可能よ。つまり一見くだらんように見える情報でも、こいつをリークすることで奴には何らかのメリットが生まれているというわけだ。そうそう。でもどんな経済価値があるかわかんないけど、思想や思いなども考えられるな。共振者に多いってあれだとすると厄介ね。エマーヤからの連絡があったらまた電話するわよ。ああ、よろしく頼む。中華街でよく見た女だ。すみませんが、この探偵事務所の方ですよね。そうだが、今は一般の依頼は受けていない。紹介ならできるが。行っちまった。少し釣れない断り方だったかな。しょうがない。依頼を受けられないのは事実だしな。
アニオ様。どうしたんだ、ミント。それが実はお客様が見えておりまして。客？依頼人は取らないと言ったはずだが。お茶菓子をお出ししてしまいましたが、いかがいたしましょう。帰ってもらいな。そういうな。おわ、久しぶりだな。お前の妻が入れたコーヒーはなかなかうまい。誰が妻だ。あの、私です。ミントは別室へ行っていろ。はい。そのコーヒーを飲んだらとっとと帰ってもらおうか。まあ待て、今日来たのは貴様に用事があるからだ。俺の方はあんたに用事などない。百害あって一利なしだ。そう噛みつくな。対等はしていないし丸腰だ。俺の話は一理くらいはあるかもしれんぞ。ゴースト事件以来だな。それ以外にも何事件を解決しているそうだ。税金泥棒が何をしに来た。手厳しいな。血税を有効に使う方法を貴様と相談しに来たというのはどうかな。国会の予算委員会でやりな。テレビで見てやる。伏姫が貴様に折り入って相談がある。あれの性格は知っていよう。話だけでも聞いてくれんか。何をさせるつもりだ。聞いてから決めていい。ミント。はい、何でしょう。このゴリラと出かけてくる。後を頼んだぜ。お任せください。夫の留守は妻たる私がしっかりと。阿行様、疲れたお顔をなさってどうなさったのですか。いや、鬼丸、行くぞ。なんだあの娘は。どう見ても年齢は。知り合いの娘だ。彼女が言ってることを本気にするな。伏せ姫が見たら大層嘆くだろうな。なぜか姫は貴様にご執心らしい。喜ぶべきか悲しむべきか複雑だな。まさかあの秘密アジトか。そうだ。だがあそこは数日で放棄と。予定が変わってね。来い、姫が待っている。みんな元気だったかい。相変わらず不愛想な奴らだ。そう訓練されている。無駄話は一切せんよ。あんたは訓練不足だな。手厳しいな。阿行、伏せ姫がお会いになる。久しぶりね。あの暑い夜は忘れていないわ。何よ、その手のひらひらは。いや、その格好があまりにセクシーなんでね。忍者連中とのツーショットが生かすぜ。相変わらずおかしな人ね。公僕に呼び出される理由がありすぎるんでね。で、聞かせてもらおうか。俺を呼び出したわけよ。勘違いしないで。あなたをとっちめようとかそういうことじゃないの。そいつはありがたい。だがデートの誘いとも思えないが。あなたに仕事を頼みたいの。やばそうな感じだ。鬼より怖い公安第四課がこの俺にね。条件はいいわよ。この仕事が成功した暁にはあなたの今までのグレーゾーンの罪状をすべて不問に付すわ。ごめんだね。その手の取引は俺の趣味じゃない。報酬額を別に支払うと言ったら。キャッシュで300万円支払いましょう。ほう、公安がよくそんな金を出す気になったな。